はい、どうも、食欲のわけで、早速ね、パート3、今日は5個ずつね、開けていきたいと思います。はい。マジね、このね、梱包マジでやめてほしい、本当に。これありがたくないね。箱を何回も傷つけそうになっちゃったから。では、いきますね。めっちゃ溶けてるしね、相変わらずね。はい。では、いきます。まだヨッシーが出てないんだよ。ヨッシー。ふざけんなよ、マジで。これはいらない。もうこれはいらない。もう組み立てない。死ね。いらんがな。ヨッシーが欲しいの。ヨッシーとシークレットね、が欲しいんですけども。いらないの、もう。死ねよ、マジ、どいつもこいつも。おお、これか。これはまだ出てないからよし。でもなんかちょっと、連続性があるキャラクターだね。何回も出てきそうだな、こいつ。これなんだっけな。確か氷、踏めないやつだったっけな。懐かしいけども。なんだこれ。なんてキャラクターだっけな、これ。なんだっけ。あ、メットだ。これね、壁に貼り付くんですよ。壁に貼り付く。だからね、ブロックとかをこうやって渡っちゃうから、なんかこんな感じで、こんな感じで渡るキャラじゃなかった？すげえ粘着性のあるキャラクター。だから粘着性があるから何回も出てくるぞ、こいつ。絶対何回も出てくるな。チョコエッグになんか怒ってる。二十歳寸前の男の動画でございます。はい。マジ開けづらいよ。開けづら。来た！来たー！もうヨッシーはね、もうはっきり言うけど、ヨッシーは何回出ても嬉しい。大好きだから。何これ？何この棒？何これ？何の棒これ？こうやって支えるやつじゃないよね。何これ？何の棒？すっげえ。やった。俺ね、ヨッシーはね、本当に大好きすぎてね、鍵のチェーンもヨッシーなの。ヨッシーのフィギュア。そう、そうなのよ。めっちゃ好きすぎてね。大乱闘でもヨッシーばっかり使っててね。ヨッシーマニアって、ヨッシーの貴公子って言われたからね、俺ね。何この棒。使い道全く、あ、下か。伸びる下だ。あ、なるほどね。うわ、組み立てづら。何これ。あ、こうか。あれ。ちょっとこの下はちょっと組み立てづらいぞ。あれ。ふざけんなよ、マジで。今、折れそうだったじゃねえかよ。めっちゃ組み立てづらい、これ。は？ああ、こうか。危ねえ、今、ボキって折れそうになったよ。あ、でもまあ、いいっすね。あ、ちょっと待って。あ、こうだな。おお、いいねえ。かわいい。めっちゃいいわ、ヨッシー。あ、そうだ。今度のチョコエッグは、ヨッシーだけにしようぜ。ヨッシーチョコエッグ。ヨッシーだばっかり出る。いろんなヨッシーが出るチョコエッグにしてほしいもらいたいね。では、はい。あと2個だね。今日の分は、あと2個。いきますね。くそ開けづれえな、俺。いきますね。ヨッシーは何個出ても OK よ。開けづれえ、これ。ほんと開けづれえよ。いきます。うえぇ。ふざけんなよ、マジで。ボム兵いらねえ。もう飽きた。もういらねえ。まあ、組み立てやすいからいいけども。たくさん出るかつ、組み立てづらいのが一番いらないんだよね。そんな感じで、今日の最後です。ちょっとシークレットは出そうにねえな、やっぱさすがに。俺、全く相性悪いもん。まだ一回しか、動物の森でしか出たことないしさ。開けづらいし。いきます。ういよい、やったー。だからヨッシーはね、何個出ても OK よ。俺はヨッシー何個出ても発狂はしないよ。最初さ、下から組み立てればいいんかな。めっちゃ折れそうなんだよね、でも。鼻が邪魔だな。鼻が邪魔でめっちゃ組み立てづらいんだよな。あ、こうか。あれ？形がね、形がようわからん。あ、あれ？ちょっと組み、あれ？あれ？ちょっと鼻邪魔だな。あれ？ああ、よかったよかった。
ああ、ちょっとこれヒヤヒヤするわ。全然組み立てづらいもん。下だけ組み立てづらいね、なんか。変に凝ってて。ウェーイ。グリッ。よし。イェーイ。ヨッシー2個儲け。うん、どんな感じ？いいね。見栄えはいいね。ああ。いらねえ、もうこれ。もうこれはちょっと二度と組み立てない。はい、てなわけで、今のところね、もう順調がなんかよくわからんけどさ、まあ、シークレットは出てないね、まだね。シークレット出なきゃ意味はない。シークレット以下はゴミクズだ。っていう感じですよ。はい、そんな感じで。まあ、今のところ順調ですね。はい、そんな感じで、また次回も、上、次回もまた、開けていきたいと思います。次回がね、ボックス開封は、ラストでございます。はい、そんな感じで、よし、オアキチの、チョコエッグ開封でした。また次回よろしくお願いします。ではまた。あ、取ってなかった。いや、切ってなかった。